よせよごせ。ハローエブリワン。For example, 私は歓喜でございます。はいどうも、ココスコスガチャのユズーということで、皆さん、ついにやってきました。朝メリパ超強化時代のお時間です。やばいですよ、本当に。ということで、作ってきました。こちら、シグルドの生物ですね。えぐかっこよくね、これ。何これ魔界のオーラみたいなのめっちゃいいよね。ということで、ヘズの闇。PVP で戦闘開始2戦場にいる敵の中で最も等級の高い敵の基本ステータスの 25% の分、自分の基本ステータスが増加するということでね、相手が強ければ強いほど、シグルドが強くなるという、アホみたいな生物が発見されましたので、それでは、こちらを使って PVP やっていこうと思います。ということで、本日の客、アサメリポ復権ののろし、シグルドの生物。はい、ということで、パテはこちらでいこうと思います。バルメラ入りのアサメリパですね。で、シグルドは猛攻会心なんですが、それがどれぐらいステータスがアップするかっていうのがね、見物なので、ぜひ皆さん、見逃さずに、行きたいと思います。ということで、それでは、やっていきまーす。お前にまだ残ってるものは、なんじゃ、ゴスラーが残ってるよ。はい、お願いしまーす。ということで、ゾウ、等級一番だけのドイツだ。おい、お前の等級すべてこっちがもらってやるわ。さあ、感染から入ってきて、これは回避成功。じゃあ、オッケーオッケー。もう、生命鉄壁たちと変わらないぐらいの、あれですよね。暗い具合ですよね。ということで、もうこの現段階で、ステータスをアップしてると思うので、これ見ていきましょう。35万2000。攻撃力が36000。エグルドやん、これ。誰の投球をゲットしたのか、ちょっと定かではないんですが、まあ、これを一発やって、ま、リムルテンペスト、一発って、こっちもこれでいけないかな。めっちゃ食らう。えぐ全然食らわない。かっこよ。うー、75万。えぐ、やばいて、やばいて。はい、お願いします。うわ、今日いるな。オッケーオッケー、上取れた、でかい。あー、これ、重なっちゃったね。音調はついてない。じゃあ、まあ、こんな感じで。いや、一発ちょっと回避飯警戒でいこうかな。これでバリア張っていきましょう。あー、オッケーオッケー、回避飯じゃない。さあ、104000、オッケー。面倒かけないでよねー。これ多分何としてもね、バレメラを、あ、そっか、これバリア張ったらダメなんか。バリア張ったらダメなの忘れてた。何としてもね、これ多分ね、バレメラをやっていきたいと思うんですよ、相手は。多分こいつにシグルドついて、あー、シグルドじゃないわ。こいつにあれついてっから、こいつ倒していこうか、これで。すべての悪を滅する。うわー、20万えぐっ。朝メリが弱く見える。いやー、貫通率きついなー、これ。オッケーオッケーオッケー、耐える。ふぅー。アサメリはまあ、もう、生命不屈だから硬いです。アサメリは落とせんぜよ。オッケーオッケーオッケー。いいぞいいぞ。じゃ、ここは、アサメリ溜めてくか、これで。ちょっとこれでアサメリ溜めてきましょう。いや、大丈夫だよな。落とせよ、マジで。全然落ちない。まずいぜよ。いや、でもこれで、アサメリじゃなくて、アサメリにヘイトを向かせて、オッケー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 。いいの？面倒かけないでよね。いや、倒れねえぞ、シグルドは。強い。素晴らしい。じゃあ、まずこれで、ぶち込んで、で、アサメリで、ディアンヌ破壊、で、メギードを破壊。レッツゴー！マジ頼む！マジ頼むぞ！俺がナンバーワン、俺はイエーイ強い、ありがとう。
おーっと、貫通パか。なるほど。ん？貫通パじゃない、忍耐パか。忍耐パーティーか。これちょっと、じゃあシグルド一発入れて、いや、ここ必殺ヘラシ入れて、シグルド一発入れて、バフ消えないようにこれでいきましょうか。忍耐！これは入るのね。オッケーオッケーオッケー。あー？さあさあさあ、オッケーオッケーオッケー。いや、これ金やつ作りたくない？金やつ作りたくない？これで。オッケー、回避成功。さあ、とりあえずこれでオッケー。まあ、じゃあこれどうしよっかな。とりあえずここさえ落とせればって感じなんだよな。これでいきますか。おーい、オッケーオッケー、割れた割れた、でかっ。いやー、これ食らわないな。ここ落とせねえかな。ついよ、マジかよ。あ、金できた、金できた。いい、バレミラはもうしょうがない。これは落ちるでしょう。落ちない、ステータスアップ。じゃあシグっちゃっていいっすか。シグ金入れちゃっていいっすか。これシグ金の誓い出ますよ、これ。じゃあこれシグルド金札いきましょう。これでどんぐらいステータス出るかな。俺を倒してみせろ。わあ、やばい、ガチやばい。待って、強すぎる。ちょっと待って、楽しい、これクソ楽しいやん、これやばい。この手で終わらせてみせる。あー、最高だぜシグルド。ちょっとラストいきましょう。俺の勝利だ。やばいってシグルド。はい、お願いします。またリムリーはバフ蹴っちゃいるよ、バフ蹴っちゃ。さあ、じゃあバフ消しされないようにこれはいきましょうか。ここ必殺減らってって、これいらないから捨てて、一回これで合わせときましょうか。相手に攻撃されてからが勝負みたいなとこありますからね。オッケー、まあそうきますよね。とりあえず回避成功、パンチング、あれ、いいね、硬いね。どうしよう、これはもうここで一回、もうここでリムル倒しとけば。はあ、めっちゃ食らう、めっちゃ食らう。オッケー、ナイスリムル、いけ、右行け、右行け、そっちじゃないけど倒せない。どう、いや、これ耐えたらすごい、普通よ、マジ。多分生物なしのシグルドだったらマジで瀕死まで持ってかれるよ今の。これシグルド2発、これでいけねえかな。いけんじゃねえ、ワンチャン。いける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 。あー、惜しい、シグッチ。はい、13万4000、シグルド、お前はどんぐらい出してくれるんだ。はい、13、あ、超えてきて欲しかった。まあ、俺の勝利、強いことには変わりない。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もうね、朝メリパ大好きな人は絶対作って、で鳥集会で作れるんで、まあ言うたら頑張れば今日にでも作れる、うん、週待たなくて、無限に何個でもできる鳥集会なので、もう朝メリパ好きな人は、朝メリパ使いたい人は絶対作った方がいいです。ほんと強い、やばかったということで、皆さん、作ってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで次の動画まで、うのダンストレス、 Thank you。 はぁー、最高。どんどん朝メリパ強くなってほしい、本当にお願いします。運営さん、そろっと朝メリのコスチューム、生物、それが揃えばもう朝メリパ無敵です。はい、よろしくお願いします。ということで、最後まで見てくださったみんな、ゴスラの皆さん、ありがとう。おやすみ。